はいどうも、ミニマリストのたけるです。本日の動画では、物欲を抑える21の行動と思考、物欲を消す裏技について解説をしていきたいと思います。きっとこの動画をご覧になられている方の多くはですね、物欲を抑えたい、物を増やしたくない、部屋をきれいにしたい、節約をしてお金を貯めたい、止まらない物欲をコントロールしたい、衝動買いの癖を直したい、欲しいとすぐに買ってしまう習慣を何とかしたい、などなど、そんな風に悩んでる方、きっと多いと思います。実際皆さん普段、物欲はどうですか？物欲とどう戦ってますか？今回の動画で皆さんには、物欲を抑えて節約貯金してほしい、お部屋をきれいにしてほしいと思い、物欲を抑える超合理的な21の行動と思考、物欲を消す裏技を一本の動画にまとめてみました。今回の動画を最後までご覧いただければ、物欲を抑える実践的で超合理的な方法を学べます。さらには物に関する支出が減り、貯金ができるようになっていくはずです。さらに物が増えにくくなるので、片付けがはかどるようになると思います。なので、ぜひ普段物欲と戦っている方、物欲に負けがちな方、生活費を抑えたい方、片付けを本気でしたい方は、おすすめの動画となっております。で、この動画は毎度のことながら、僕が実際に実践して有効だと思っているもののみピックアップしています。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速本題に参りましょう。まず一つ目から参ります。物欲を抑える21の思考と行動、一つ目は、企業の売る戦略を理解するということです。これつまりどういうことかというと、実際僕自身はですね、その企業の売る戦略を理解したから、知ったから物欲を抑えることに成功したんですね。で、きっかけはこちらのより少ない生き方という本にも書いてあったんですけども、とにかく企業側はですね、お客様に物とかサービスを提供して売り上げを上げたい、利益を残したいと思っています。じゃあそのために何をするかといえば、例えば店内をちょっとカラフルにしてみたりとか、外国人モデル、日本タレントを使ったポスターとか看板、CM を出したり、美味しそうな写真を例えば SNS だったり、そのメニューの表に載せたりとか、あとはキャッチーな言葉を使ったり、インフルエンサーを使った広告を出したり、さらには営業をかけたり、ポイントカードをお客様、消費者に作らせてお客様を囲い込んだりとか、あとは特典を用意したり、期間限定をしてみたり、割引とか送料無料とか返品可能などで仕掛けてきます。さらにはランキング1位とか、お客様満足度ナンバーワンみたいな売り文句も使ってくることもあります。そんな風にですね、もちろんその企業側としては、生き残るために、存続のために、そういう戦略を取るのも仕方のないことなんですけども、消費者側、お客様側の立場から言ってみれば、言い方は悪いですけども、企業が、その会社が売り上げを上げれば上げるほど、お客様の資産は減ってるわけですよね。その商品、サービスを受けるために、買うためにお金を払ってるわけなので、資産が減るわけです、お客様側の。で、さらにですね、企業側は、お客様、皆さん自身、自分自身が、たとえ必要ないものだとしても、売りつけてくるわけですよ。そのことを理解しておけば、かなり冷静になれるはずです。結論、企業側は皆さんに、自分に必要ないものだとしても、いろんな手を使って売りつけてくることを理解しておきましょう。続いて二つ目参ります。物欲を抑える二つ目の思考と行動は、幸せになるためのもの、物量は少ないと理解するということです。詳しくはですね、映画365日のシンプルライフを見てほしいと思うんですが、もしくは僕のこの YouTube チャンネルの再生リストに持たない暮らし実験っていうのがあるので、そちらをご覧いただいても構いません。つまり何が言いたいのか、何を皆さんに伝えたいのかっていうと、物量ですね、物の数がある一定を超えると、物がそれ以上増えたとしても幸福度ってそこまで上がらないんですよ。
僕自身もその365日のシンプルライフっていう映画を見て、実際に自分自身もその実験をしてみたんですね、同じように。であくまで僕のパターンで言うと、だいたい物量が50個0から50個に増えた段階で、もう普段のプライベートの日常生活も不便なく豊かな生活が送れるなと感じたし、仕事もそつなくこなせるし、生活に必要なね、お金を稼ぐのに必要なものが揃っていれば、そこまで苦労しないというか、もう50個ちょっとで人間って生きていけるんだなっていうふうに思ったんですよ。で、その365日のシンプルライフの映画でも1日1個ずつものを増やしていくんですけども、ある一定のところでこれ以上増やさなくていいなっていうふうになったんですよね。多分おそらく誰しもが通る道だと思います。つまりですね、ある程度物を増やしたら、それ以上物を増やしたとしても幸福度は変わらない、皆さんの生活に対する満足度はそこまで上がらないよということです。で、これなぜかというと、普段皆さんが日常生活で行っている行動ってあるじゃないですか。例えば寝るとか食べるとか料理する、お風呂に入るとか仕事するとか、でその行動パターン、日頃の行動パターンに必要なものって限られてるわけですよ。おそらくこれ個人差はありますけども、1人当たり50個から、まあ、多くても200個ぐらいだと思うんですね、日常生活で使うものって。今の現時点での皆さんの生活の行動における必要なもの、普段使ってるものって50個から200個ぐらいだと。つまり仮にじゃあ200個必要だとして、200個日々の生活で使ってると仮定して、300個400個と物を増やしても、結局使ってるものって200個だから、物を増やしても、まあ、意味がないわけではないかもしれないけど、生活に対する満足度は上がらないわけですよ。なぜかといったら、すでに必要なものがあるからですね。で、逆にですね、物が増えすぎるとかえって幸福度、生活満足度が下がることがあります。で、なぜかといったら、掃除がめんどくさい、家事が増える、タスクが増える、お金が出ていく、時間が足りない、いろんなストレスが出てくるので、むしろ物が増えすぎると幸福度が下がる、生活満足度が下がることもあるので、つまり皆さんに何が言いたいのかというと、物が増えすぎても幸福度は劇的に高まらないんだよと。それを理解しておけば、不要なものを、不必要なものを増やすことはなくなるはずです。つまり物欲が減るっていうことですね。ぜひね、今のお話を聞いて半信半疑な方、信じられない方は、映画365日のシンプルライフ、ぜひ見てみてください。物への考え方、日々の暮らし、ライフスタイルへの捉え方、考え方がガラリと変わるはずです。続いて3つ目参ります。物欲を抑える思考と行動、3つ目は、悩んだら買わない、その場を離れるということです。悩んだらすぐに買ってしまうのが物欲モンスターの象徴です。ですが、物を増やしたくないなら、お部屋をすっきりさせたいなら、節約をして貯金したいのなら、迷ったら買わない、迷ったら一旦その場から離れて時間を置くことがとても重要になります。結局本当に必要なもの、先ほど言った50個から200個ほどの日常生活で使うものであれば、おそらく買い物の時に迷うことってないと思うんですよね。仮にじゃあスマホが壊れました、多分スマホがないと生活満足度が下がったりとか、まあ、不便になるじゃないですか。だから買い替えをすぐすると思うんですよね。だけど日々使ってないものっていうのは、使うかもしれないし使わないかもしれない、そういうところで悩むわけなので、必要ないものの可能性が、買う必要のない可能性が非常に高いわけですよ。つまり迷うということは、緊急性がなくそれほど重要ではない可能性が高いので、ぜひ皆さん今日明日の買い物で気をつけてみてください。迷うということは買わなくてもいいということです。本当に必要なものならおそらく迷うことなくすぐ買うと思います。続いて4つ目、物欲を抑える思考と行動、4つ目は、欲しいものリストを作成して優先順位をつけてみるということです。これも結構効果ありですね。欲しいものがある場合は、まあ、きっと皆さんいろんな欲しいものあると思うんですけども、しっかりとね、欲しいものリストを作成して優先順位を作成すると、つけてみると、何でもかんでも買いたい
っていうそのまあ物欲モンスターの状態から何々を買うために頑張ろうっていう風になれるわけですよ。ちょっと物欲が下がるというか収まるわけですね。僕たちの欲望には優先順位があって、優先順位の低いものは正直どうでもよくなります。まあ、例えばですけど、昔の僕なんかはパソコンも欲しい、スマホもアップデートさせたい、例えば撮影の時の照明が欲しいとか、例えばそうですね、筋トレしたいってなった時に、まあ、プロテインを買いたい、シェイカー買いたいとか、エアコンがちょっと壊れてきたからエアコン買い替えたいとか、まあ、いろんな欲しいものとかあったんですけど、その時にしっかりと欲しいものリストを作って、今の生活、今の自分に何が一番重要なんだというか、何が一番緊急性が高くて必要なものなのかって優先順位をつけることによって、例えばその優先度のめちゃくちゃ高い、例えばエアコンが壊れたら死活問題じゃないですか。めちゃくちゃ夏は暑いし冬は寒いし、かなり緊急度が高いわけですよ。でそうなってくると、じゃあエアコンを買うためにしっかり節約をしよう、貯金しようとか、あとは買い物の時に迷うことなくエアコンを買えるわけですよね。で逆にエアコン以外のものはぶっちゃけどうでもよく見えてしまうわけです。例えば別の例で言えば、海外旅行に行きたいってなってから、もう別の欲求、欲しいものがどうでもよくなる。あれが欲しい、これが欲しい、あれやってみたいと思ったけど、とにかく自分は海外旅行がしたいんだってなると、もうそれしか見えなくなって、別のもの、他のものがどうでもよくなるみたいな。だからこそやりたいことリストだけではなく、買いたいものリストって大事なわけですよ。優先順位をつけられるから。なので本題に戻すと、物欲が止まらないんですと悩んでる方は、冷静になって一度欲しいものリストを書き出して優先順位をつけてみましょう。でもしできる方はさらにですね、なぜ欲しいのか、なぜ必要なのか、手に入れたらどう使うのか、何に使うのか、どんな暮らしに変わるのか、どんなメリットがあるのかまで考えてみてください。続いて5つ目参ります。物欲を抑える思考と行動、5つ目は物を増やすデメリットを把握理解するということです。僕自身はミニマリストを目指して物を減らしていく過程で、物が多いデメリットに気づけたわけですよ。例えば物が多いと探し物、なくし物が多くなるなとか、家事が大変になる、掃除が面倒になる、お金がどんどんなくなっていく、まあ、お金がたまらないとか、時間がなくなるとか、タスクがどんどん増えていくとか、彼女とめちゃくちゃ喧嘩が増えるとかね、いろんな物が多いことによるデメリットというか、汚点というか、そういうのが見つかってくるわけですよ、片付けしていると。で逆に物を減らしていくと、そのデメリット、物が多いデメリットとか、苦しいこととか悩んでいたこととかがどんどんその軽減されていくというか、なくなってくるんですよね。だからこそ片付けをして物を減らして、その物が多いデメリット、問題に気づく、理解する、把握するっていうのはとても大事だということです。それも結果的に物欲を減らすことにも、物欲をなくすことにもつながります。で簡潔に言うと、じゃあ物が多いデメリット、大きく4つあります。まず1つ目、時間的な余裕がなくなります。2つ目、金銭的な余裕もなくなります。3つ目、空間的な余裕もなくなっていきます。で最後4つ目は精神的な余裕もなくなってくるということです。なので、じゃあ実際に皆さんは買い物の時にどうすればいいのかというと、買いたいもの、欲しいものがある場合は、そのものを買うことによるデメリット、ものを増やすことによるデメリットを思い出してほしいんですね。例えばじゃあ手元にあるこの水筒を買うとしましょう。僕が欲しいとなったとしましょう。で、じゃあこの水筒を買うってなった時に、これを買うことによるデメリットって何かなって考えるわけです。常に僕自身は買い物の時にそんなことを考えてます。スマホにしろパソコンにしろ。デメリットを考える時に、あ、キッチン収納が狭くなるなとか、ちょっと値段が高いから資産が減っちゃうなとか、家族に怒られちゃう、喧嘩しちゃうとか、喧嘩することになるだろうなとか、そのメンテナンス、その洗い物がめんどくさくなるなとか、これを買うことによって固定費とは言わないけど、例えばね、これも汚れて、例えば匂ってくるわけですよ、まあ、経年劣化みたいな感じ、汚れがねどんどん溜まってって、でそうすると、じゃあこのシェイカーを買うことによって、もしかしたら定期的に、例えば3ヶ月から半年に1回買い替えなきゃいけなくなるから、
じゃあその生活費が高くなっちゃうかなとか、いろんなことを考えるわけですね。でそれでもメリットが大きければ、メリットの方が大きいと感じれば買えばいいし、ちょっとデメリットの方が大きいなと、ストレスだな、重荷になるなと思ったら買わないと。僕自身はそんな風に普段買い物をしてます。もちろん最初はあまりうまくいかないかもしれないです。まあ、訓練が必要というか経験がやっぱりある程度必要だと思いますので、ただやっぱそういう風に考える、買うメリットと買うことによるデメリット、物が増えるメリットと物が増えるデメリット、やっぱり何事にもメリットとデメリットがあるので、だいたい物欲モンスターの方って買うメリット、物が増えるメリットしか考えてないので、その一方でしっかりとデメリットも考えて天秤にかけて買い物をするだけでもだいぶ物欲が抑えられるはずです。ぜひね、繰り返しにはなりますが、その目の前のものを買うってなった時に、メンテナンス大変そうかな、大きすぎないかな、収納足りるかな、収納入るかな、掃除大変ならないかな、掃除の邪魔にならないかな、金額的に高いかな、毎月の支払いサブスクとして固定費として高くなっちゃわないかな、生活が苦しくならないかな、まあ、そんな風にネガティブな部分もね、物を買う際は考えてみましょう。続いて6つ目参ります。物欲を抑える思考と行動、6つ目は処分や引っ越しの大変さを考えてみるということです。これもですね、たまに僕自身やります。この物を買うってなった時、例えば大きい家具家電とか買う時はそうなんですけど、これを買うことによって引っ越しの時って結構大変だよなとか、もし仮にじゃあこれを捨てるってなった時に、まあ、粗大ごみの手続きだったり解体の作業だったりとか、まあ、すごく大変だよな、だから買わないっていうことも結構あるんですよ。あとは例えば引っ越しをした際に解体したものをまた組み立てなきゃいけないっていう、その重労働を考えた時に、いやもっとシンプルで軽くて小さいものでもいいのかなっていう思考に至ったりとかするから、ぜひね、皆さん物欲を抑えたい方はですね、なるべく買わないっていうのが大事なんですけど、もし買うのであればより軽くて小さいシンプルなもの、メンテナンスも簡単なものがおすすめです。やっぱり大きくて重いもの、組み立てが大変なものって処分も引っ越しもすごく大変なんですよ。でその処分の大変さ、引っ越しの大変さを考えるだけでも結構物欲が買い物の時に減るので抑えられるので、おすすめの考え方です。続いて7つ目参ります。物欲を抑える思考と行動、7つ目は物欲を満たす幸福は一瞬で終わることを理解するということです。つまりどういうことかというと、買い物の楽しさや物欲を満たした時の快楽、幸福は長続きしないということです。これね、結構その幸福心理学とか勉強なさってる方はご存知のことだと思うんですけども、買い物をした時ってドーパミンがドバドバ出るんですね。で、このドーパミンっていうのは短期的な快楽、短期的な幸福だから、また元に戻っちゃうんですよ。で、かつですね、ドーパミンの危ないところは依存性があったり中毒性があったりとか、その同じ刺激では満たされなくなって、もっともっとっていう風になっちゃうんですね。で、その結果物欲に限った話で言えば、もっと物が欲しい、もっと高いもの、もっといいものが欲しい、もっと満たされたい、もっと承認されたいみたいな感じになっちゃうので、きっとこの動画をご覧になられている方の中には、まあ、そんな風にして物欲モンスターになってしまった、お部屋がお部屋になってしまったっていう方もきっといらっしゃると思います。だいたい物欲を満たして、まあ、買い物をして3日ぐらいはね、多分その高揚感というか幸せな感じ、生活が豊かになるなって、そのドキドキワクワクした感じって、まあ、3日から長くても1週間ぐらいはね持つとは思うんですけども、でもそれ以降は、あの買った時の喜び、楽しさ、ドキドキ、ワクワク感っていうのは冷めてなくなってしまいます。皆さんの今身の回りにあるもの、実際に見渡してほしいんですけど、例えばね、今この YouTube 動画見てるパソコンやスマホ、タブレット、どうですか？今あの買った時のドキドキ感、ワクワク感って多分今残ってないと思うんですよ。買った時はね、それは嬉しいし楽しいし、このスマホ、パソコン、タブレットで何しようかなっていう風になってたと思うんですけど、今そんなことないですよね。だから例えばもっといいものが買いたい、例えばもっと画面の大きいテレビが欲しいとか、もっと機能性スペックのいいスマホ、タブレット、パソコンが欲しいとか、
ってなってしまって、またあの買った時の喜び、ドキドキワクワク感を味わいたいみたいな、もっといいものが欲しいっていう風になっちゃうんですよね。でその一方で逆のパターンもあって、あれ物買ったけど全然自分満たされてないじゃん、高揚感とかドキドキワクワク感が今ないじゃん、あれもしかして自分幸せじゃないのかなっていう風な考えに陥ってしまうと、またさらなる物欲がかき立てられて、もっと物を買わなきゃいけない、もっと物を買わないと幸せになれないと思い込んでしまって、物欲が発動してしまうなんてこともあります。まあ、そんな風に永遠に物欲が繰り返されてしまえば、まあ、先ほどにも言ったように物を増やすデメリットがどんどんその加速していくというか、悪循環に陥っちゃうわけですよね。金銭的にも時間的にも空間的にも精神的にも余裕がなくなってくると、ゆとりがなくなってきてしまいます。結論、皆さんにお伝えしたいのは、物欲による幸せは一瞬で終わります、一瞬で冷めます、長続きはしません。つまりそれだけお金が無駄になってしまう可能性がありますので、そのことを理解さえすれば、把握すれば、物欲も刺激されにくくなります。続いて8つ目、物欲を抑える思考と行動。8つ目は物欲の高い人とのお付き合いを減らすということです。これも結構効果あると思います。やっぱり似た者同士が寄ってくるので、これは類似性の原理といって、その心理学的にもある現象なんですよね。自分に近しい人、自分の考え方とか性格とか環境とか、そういうのに近しい人がやっぱり近くにいちゃうわけですよ、自分にとっても心地いいから。つまり物欲で限った話で言えば、やっぱお金の使い方とか苦労とか悩みとかもやっぱ近しい人が集まっちゃうんですよね。だからきっと皆さんの身の回りには、片付けで悩んでる人だったりとか、物が多い人とか、物を買っちゃう人とか、誘惑に負けやすい人とか、ちょっと話はそれるかもしれないですけど、多分おそらく同じぐらいの稼ぎ、年収、貯蓄額の人が結構近くにいるんじゃないかなって思います。とある研究だと、自分の近しい人間関係 5,6 人の平均が自分なんてことも、まあ、皆さんもねきっと耳にしたことあると思うんですけど、だからこそ、まあ、きっとねこの動画ご覧になられている方はですね、お金を貯めたい、物欲をなくしたい、お部屋をすっきりさせたいっていう方が多いと思いますので、ぜひね物欲の高い人との付き合いを、まあ、なくすとまでは言わなくても減らした方が自分のため、自分の人生のためかなと思います。具体的に言うと、目的のない買い物にはついていかない。で、自分が、もし皆さんが物欲を抑えられるようになったらいいんですけど、ただ欲しくもないのに、欲しいものないのに、友達のもしくは親友とか恋人の買い物についていくって、ちょっと時間がもったいなく感じますよね。僕も物を減らして、あ、だいぶお部屋がすっきりしてきたなっていうタイミングで、正直そのお相手の買い物についていく時間がもったいないなって感じるようになったから、例えばじゃあデートの時とか、その一緒に出かける、遊ぶってなった時は、物を買う遊び方じゃなくて、例えば水族館に行くとか旅行に行くとか、なんかそういう共有の体験をシェアする、物を買うんじゃなくて経験体験ってよく言いますけど、僕はそっちの方にお金とか時間の使い方をシフトしたんですね。なので普段皆さんの身の回りに物欲がある方、物欲の高い方と日々過ごしている方、遊んでいる方はですね、ちょっと気をつけていただいて、そうすればご自身の物欲が刺激されることもなくなると思うので、人付き合いを見直すことも大事かと思います。続いて9つ目、物欲を抑える思考と行動。9つ目は、休みの日は買い物以外の予定を楽しむということです。これつまりどういうことかというと、物が多かった時の僕は、物欲モンスターだった時の、まあ、その時代を生きてた時の僕は、やっぱりお休みの日に買い物に出かけてたんですよね。まあ、友達だけじゃなくて恋人だったり、まあ、一人で出かける時とかも、何か必要なものを買いに行こう、欲しいものを買いに行こうみたいな感じで出かけてました。でも物が減ってからは、やっぱりその買い物以外の楽しみを見つけることもすごく大事だなと思って、まあ、いわゆる物より体験経験っていうやつですよ。例えば行ったことのないカフェに出かけてみたり、体験したことのない遊びをしてみたり、会ったことのない人に会ったり、読んだことない本を読んだり、
気になっていたお店にご飯を食べに行ったり、行ってみたかった場所に出かけてみたり、さらには自分が例えば美味しいと思ったお店、楽しいと思ったこと、面白いと思った経験を友達とか家族とか恋人とかと共有するっていうこともしましたし、そんな風に買い物以外の楽しみを見つけるだけでも物への支出、時間は減ってくるから物欲が刺激されることもなくなって、物に関する支出がどんどん減ってって節約できて貯金ができるみたいな流れになっていきます。とりあえずですね、物、物欲を刺激しないことが大事ですので、ぜひね、物より体験、物より経験っていう風に意識を変えてみてください。続いて10個目参ります。物欲を抑える思考と行動。10個目は、いちいち人の持ち物と比べない、持ち物で競わないということです。物で比べる方結構多いんですね、ブランド物だったりとか金額だったり機能性だったりとか比べる方きっと多いと思いますが、比べたところで優越感か劣等感しか得られないわけですよ。で、上には上がいるからすぐにその優越感に浸ってた状況も一変して、すぐに負けた感じ、悔しくなったり怒ったり劣等感に苛まれたり、そうなってしまえば皆さんの物欲がかきたてられてしまいますよね。あの人よりもっといいものを持たなきゃいけないとか、あの人のようにいいものを持たなきゃいけないとか、この人に負けたくないとか、やっぱそういうのは持ち物を人と比べるのは良くないかなと思います。参考にするのはいいと思いますけど、比べて勝ち負けを目的にするというか、優越感を味わいたいがための買い物、比べる、比較、競争するのは良くないです。じゃあ物で比べないためにどうすればいいのか、僕自身はどうしてきたのかというと、まずは不要なものを減らして必要なものだけを持つっていうことが大事ですね。なぜかというと、自分は今現時点で必要なものがあって、必要十分なものがあって、もうこれ以上別に物を増やさなくてもいいという状態になれば、他の人の持ち物ってそんな気にならないんですよ。なぜかというと、今の持ち物、生活で満たされてるからですね。満たされると比べなくなるなっていう実感があります。で、さらに必要最小限のものだけにすることによって、やっぱり一個一個のものに愛着も湧いてくるし、例えば壊れたり故障した段階でよりいいものをアップデートさせようとなって、どんどんそのこだわりが強くなってくるわけですよ。で、さらにその物選びの、なんて言うんでしょうね、その選考基準というか、自分の中でのこだわりがどん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 高まって、なかなか物を買わなくなってくるから、だからこれっていうものに出会えた時で、そういったものを買った時に、もうぶっちゃけ他の人の持ち物ってどうでもいいんですよ。で、その状況になれば他の人と持ち物を比べて優越感に浸るとか、劣等感味わうとか、悔しいとか負けたって感じとかもなくなるのかなと思います。で、僕自身そんな風になってからは身を張るためのものを買わなくなったんですね。例えば車とかスーツ、オーダーメイドのスーツとか、腕時計だったり財布だったりカバンだったり、ボールペンとかパソコンとか、なんかそういったものってなんか高級なものとかいろいろあるじゃないですか。高級スーツ、高級腕時計、高級財布、ブランド物の財布とかね、カバンとかボールペンとかも結構いいものがあったりとか、パソコンとかも結構いろんなものが出てるから結構比べがちだと思うんですけど、そこも自分にとって必要か不必要かを考えた時に、もちろん余計なものを手放して、例えば仕事からね、スマホとか、パソコンは持ってないですけど、こういう iPad とかは自分に必要十分なスペックでいいっていうマインドになったから、たとえ他の人が13とか iPhone13 とか、例えば iPad も自分よりいいスペックの高機能のものを持ってたとしても、自分はこれで十分だよな、むしろそれ以上のスペックを買ったとしても宝の持ち腐れというか、余分なお金を払うことになるから、別に悔しくもないというか、君はそれを持ってるんだねっていう風になんかちょっと割り切れるんですよ。で、さらに追加で言うと、その今までにその見栄を張るために買ってきたもの、例えば車とかスーツとかオーダーメイドのスーツ、時計、財布、カバン、高級ボールペン、パソコンとか全部昔持ってたんですけど、なんかその見栄を張るために買ったもの、持っていたものを全部手放したら、なんか赤が全部洗い流されたというか、心の海が全部出されたというか、
すごく肩の力が抜けて、何のために頑張ってたんだろう、もう頑張らなくてもいいな、見張らなくてもいいなっていう風に肩の力がねスーッと抜けてって、まあ、ありのままの自分で生きようと、自分の必要なものだけ、普段使うものだけあればいいなっていうふうに、まあ、悟ったというか、まあ、割り切れるようになったので、まあ、それも結構大きかったですね。なので結論まとめるとですね、まあ、いちいち人のものと比べないと、で比べないためにまず必要ないものを手放して、必要十分なものだけにして、もうこれだけあれば十分っていうふうに悟っていただいてね、で身を張るために買ったものも手放していただいて、で必要なものは自分のこだわり、他の人とかどうでもよくて自分の中でのこだわりを追求していけば、だいぶ物欲も抑えられるはずです。続いて11個目参ります。物欲を抑える思考と行動、11個目はナンバーワンだけ残す、あえて選択肢を減らすということです。これはつまりどういうことかというと、先ほどもねちょっと近しいお話にはなってくるんですが、自分だけのオールスター選手を作れば他のものはぶっちゃけいらなくなるんですよ。二軍のものがあったりとかするから迷ったり比較したり優劣がつくわけですね。もっと具体的に言うと、形が違うとか大きさが違う、金額が違う、使用頻度が違うとか、色違いがあるとか、軽さが違うとかってなってくると、やっぱりそのムラが出てくるじゃないですか。自分はこれが一軍で、これがめちゃくちゃ大好き で、この色違いのものはまあ二軍かな、でこの色はあんまり好きじゃないけど、例えば彼氏に好評だから、家族から好評だからとか、まあ世間一般の常識の範囲内のものだからみたいな感じで二軍三軍四軍ってできてしまうと、やっぱりコレクション癖じゃないかもしれないけど、色違いを買ったりとか余計なものまで買っちゃいますよね、物欲が刺激されて。それは良くないと。だから、まあ、先ほどの話でも言ったようにですね、必要最小限のものに厳選していただいて、その中であえて選択肢を減らす。例えば僕なんか買い物の時に、より小さくてより軽くてより薄くて、例えば黒色のものっていう風に買い物のその基準を厳選すると、それに当てはまるものってかなり少ないから、だから物欲が抑えられる。でもそういう判断基準が曖昧だったりとかすると、例えば洋服で、例えばね、ユニクロで買うってなった時に、夏服買いたい、あ、これめちゃくちゃいいじゃん、あ、色違いもあるんだな、じゃあ色違いのものを 2,3 着買っておこうってなっちゃうと、でも結局着るのっていつも同じだったりとかするわけじゃないですか。でもそこをあえてナンバーワンだけ残す、大好きな洋服だけ残せば、いつもその服を着る時に気分も良くなるし、余計なお金も払わなくても良くなる、洗濯物も減りますし、時短にもなるし、いろんなメリットがあるから、ぜひ皆さんナンバーワンだけ残すようにしてみてください。皆さんのお家にあるものはもうオールスター選手だけ残すようにすると、まあ、暮らしも豊かになりますし、幸せな人生、満足度の高い生活になるはずです。続いて12個目、物欲を抑える思考と行動、12個目は1個買うなら家のものを2個以上手放すということです。まあ、いわゆるワンインワンアウト、ワンインツーアウトっていう考え方なんですけど、きっとね皆さん耳にしたことあるかと思います。これもかなり効果的面です。なぜかというと、家に今あるものを手放してまで目の前のものが欲しいかどうかで線引き判断ができるから、結構ねこれで物欲が抑えられるんですよね。だいたい物が増えちゃう人っていうのは、何も犠牲を伴わない買い物をするから物は増えちゃうわけですよ。逆に物が減る人とか物が増えない人っていうのは、家にあるもの、もう余計なもの、使わなくなるものを手放すから、犠牲にしてまで買いたいかどうかで考えるから、まあ、慎重にもなれるし、結局手放して犠牲を負って買ったものってやっぱり価値が高くなりますよね、自分にとって。あれを手放して買ったものだから大切に使おうとかね、よりお部屋がすっきりしますし、メンテナンスも行き届きますし、そういう買い物の仕方が大事かなと思います。物欲モンスターの方って何も犠牲を伴わずに買い物をしてるから、無駄な買い物をしてることにすら気づいてなかったりします。不要品が溜まってることに気づいてないんですよね。だからそこのことに気づくためにも、ワンインワンアウト、1個のものを手放してまで買いたいかどうか、おすすめなのは2個以上ものを手放してその1個の目の前のものを買いたいかどうかで天秤にかけていただくと、家のものも
減っていきますし、溜まりづらいですし、いい買い物ができると思います。続いて13個目です。物欲を抑える思考と行動。13個目は費用対効果、時間対効果を考えるということです。お金を出して買ったことによって、どんなメリット恩恵があるかなっていうのが、費用対効果ですよね。例えば家事が自動化するとか、自信がつくとか、お部屋がすっきりするとか、仕事の成果が上がるとか、そういったところを考えて僕自身買うこともあるし、その一方で時間対効果で言えば、その同じ時間をかけるならどっちが効果的かを考えることがありますね。例えば今身につけているこのオーラリングも、睡眠時間は同じでも、じゃあこのオーラリングがあるのとないのとでは、どんな違いがあるか、これを買うことによってどんなメリットがあるかって考えた時に、同じその睡眠時間7時間8時間を過ごすのであれば、こういったものがあった方がいいなと思って実際買いました。結構高かったんですよ、これ。5万円弱ぐらいしたと思います。でも実際僕自身買ってよかったと思っていて、日々のその自分の体調、コンディションが、体調が点数化されるんですね。今日のコンディションは何点ですと。で、低い時はやっぱ休息しようとも思うし、無理しないようにしようとも思うし、例えば100点満点中コンディションが85点以上とか、80点以上だったら結構挑戦したりとか、仕事を頑張れたりとか、今日じゃちょっと筋トレ頑張ろうかなっていう風にアクティブに動けるようになるから、その指標としてね、そのコンディションを点数化してくれるっていうのもありがたいし、で、育児していて思ったのが、その今新生児を育てているので、生まれてからまだ間もない赤ちゃんを育てているから、睡眠時間がめちゃくちゃ足りないわけですよ。睡眠不足なんですね。なかなか寝られないわけですよ。 2,3 時間おきにミルクあげたりするから。ってなってくると、自分は今何時間睡眠取ったんだっていうのが分かった方がいいなと。で、だいたい平均して朝起きると6時間ぐらい寝てるんですね。その細切れですけど、途中で起きたりしてますけど、合計睡眠時間が6時間ぐらいだから、あともう 1,2 時間寝るためには、じゃあ朝ごはん食べたら30分仮眠取ろうかなとか、お昼ごはん食べた後に30分また仮眠取れば、合計7時間ぐらい睡眠が取れて、またコンディションの点数が上がるな、睡眠も点数化してくれるので、睡眠の点数がもともと75点だけども、1時間ぐらい朝と昼に30分ずつ仮眠取れば睡眠の点数上がるなっていう風に合理的に考えられるようになったので、かなりその大きな体調不良を起こすことがなくなったというか。で、別の話で言うと、睡眠つながりで言うと、例えば同じ睡眠時間7時間8時間取るとなった時に、じゃあ寝具をちょっとアップデートさせたら睡眠の質が上がるよなとか、例えばじゃあ1時間運動する、筋トレするとなった時に、じゃあどういう筋トレグッズがあったらより生産性集中力が上がるかとか、そういうふうな時間帯効果を考えるっていうのは買い物のする上では大事だということですね。なので結論、ぜひ皆さんもですね、買い物をするときに費用対効果、時間対効果を考えてみてください。払ったお金に対してどんなメリット恩恵が得られるのか、同じ時間を過ごすのであればあるとなしでどっちが効果的かとかね、その辺を考えるとだいぶね、買い物の選択肢もぐぐぐっと狭まっていって、物欲も抑えられるはずです。続いて14個目参ります。物欲を抑える思考と行動。14個目は疲れている時やストレスが溜まった時は物欲に逃げないということです。これね、昔僕やっちゃってましたね。疲れている時とかストレスがすごく溜まった時はもう買い物で発散してたんですよ。きっとそんな方も多いのではないでしょうか。で、疲れてる時って人間は欲求を爆発させてしまう生き物なんですね。物欲だったり食欲なんかで。で、買い物の時なんかは必要ないものを増やしてしまう上にお金も結構使ってしまいます。だからこそ僕自身はもうその物欲に逃げるのはやめようと、さっきも言ったもの以外のもので満たそうと、ストレス発散したりとか楽しんだりしようっていうところで、散歩とか、睡眠を十分取るようにしたり、運動をし始めたり、サウナに入ったり、映画で楽しんだり、お笑いを見たりとか、あとはちょっとね、糖分補給のためにお菓子、おやつを食べたりとか、旅行に行ったり、友達とご飯食べたりとかっていうところに、時間とかお金を使うようになって、疲れた時とかストレスがすっごい溜まった時に物欲に逃げるってことはなくなりました。そんな風に健全な、その吐き口というか、人生の楽しみ方、ストレスの発散の仕方があると、お部屋は綺麗な状態を保てるし、その物欲が刺激されるってことも減ったから、余計なお金を使うことも
なくなったし、たとえね物欲を爆買いして満たしたとしても、まあ、さっきも言った通りドーパミンがたくさん分泌されて、でもっともっとってなっちゃうし、すぐねその幸福感満足感高揚感ってなくなっちゃうから、結局永遠に幸せになれないから、まあ、そういうのもやめられてよかったですね。今となってはぜひ皆さん疲れてる時、ストレスがすごく溜まった時は物欲に逃げるのではなくて、また別の楽しみ方というかストレス発散の仕方を見つけることが大事です。で個人的なおすすめとしては規則正しい生活から始めてほしいなと思います。食事、運動、睡眠ですね。特に睡眠はやっぱり睡眠不足になっちゃうと理性が働かなくなるというか正しい判断ができにくくなっちゃうので、まずは睡眠時間を確保して、で運動をしてしっかり外出もして太陽も浴びて汗かいて、で健康的な食事をするだけでもかなり物欲は減ると思いますし、まあ買い物の時に正しい判断できると思いますしね。でその上でまた別の楽しみ、サウナに行くとか映画を見たりとか旅行に出かけたりとかっていう楽しみを見つけるのがいいんじゃないかなと思います。まあ言い方悪かもしれないですけど、まあ物を買う、旅行に行くで同じお金をかけるんだったら間違いなく旅行の方がいいじゃないですか。物に例えば年間でね50万円かけるよりも50万円分の海外旅行行った方が間違いなく価値高いですよね。いい経験にもなりますし自己投資にもなると思いますし、ぜひ参考にしてみてください。続いて15個目参ります。物欲を抑える思考と行動15個目はいる理由よりいらない理由を考えるということです。欲しいという衝動に駆られると無意識に買う理由を考えがちです。これは人間仕方のないことなんですけど、例えばね仕事を頑張ったご褒美だからとか、今安いしお得だし損したくないからとか、限定品だから今買わないといけないとか、念のため買っておこう、いつか使うかもしれない、1年後使うかもしれない、来年使うかもしれないとか、ないよりはあった方がいいよねとか、何かと言い訳買う理由をつけて結構皆さん買いがちです。皆さんはいかがでしょうか。でもし皆さんが今日の今日明日の買い物で欲しい衝動に駆られてもう興奮状態になってしまったら、一度冷静になって、まあ、その場所を離れるでもいいし時間を置くとかでもいいので、とにかくその冷静になった状態でいらない理由を考えてほしいんですね。まあ、先ほどの物を増やすデメリットを考えるにも近しいですけども、まあ、いらない理由の例としては今あるものでも代用できないかなとか、そういえば前にも同じようなものを買ったなとか、便利だけど別になくても今まで生活してこれたしなみたいな感じで、なくてもいい理由を考えることができれば、思いつきさえすれば今までのその興奮状態の物欲はなくなっていきます。まあ、当然ながらね、これはちょっと特殊な考え方になりますので、いらない理由、なくてもいい理由を買い物の時に考える人ってなかなか少ないと思います。かなり珍しい考え方だと思いますが、物欲を抑えたい人には効果てきめんですので、ぜひねちょっとこれ衝動的に今物欲が刺激されて欲しいなと思った時はですね、なくてもいい理由プラス、まあ、先ほどにも出てきた物を増やすデメリットを考えると相乗効果で物欲が減って抑えられて節約になると思います。続いて16個目です。これはちょっとねなかなかハードル高いかもしれませんが、物欲を抑える思考と行動16個目は収納をなくす、小さい家に引っ越すということです。つまりしまう場所がなければ買えないよねっていうことですね。皆さんもねもしかしたら経験あるかもしれないですけど、じゃあ仮に例えばちょっと大きめの、まあ、調理家電だったりとか何か買うとしましょうと、でもしまう場所がない、例えばキッチン収納もパンパンだし、もう置く場所がないってなったら、まあ、買わないじゃないですか。なぜかといったら買ったところで置き場所がない、もっと部屋が狭くなる、家族に怒られるっていうのがもう目に見えてわかるからですね。だから結構その物欲を抑える意味で言えば、わざと収納をなくしてみる、小さな家に引っ越すっていうのはかなり効果ありです。我が家でもそれこそ物を減らしたから収納を手放したっていうのもあるし、収納を手放して物が減ったからこそ狭い家、小さい家に引っ越したっていうのもあるから、結果それがその物欲を抑えることにつながったなと今思えば、そんな実感はありますね。なので例えば収納で言うと、収納ボックスはもちろん棚とかハンガー、ラック、財布、カバン、ポーチなどなど、そういったものがやっぱ増えてしまうとね、やっぱり持ち物も増えてしまいます。
例えばハンガーが増えてしまえば、服もたくさんかけられてしまいますし、収納ボックスが増えれば増えるほど、大きくなれば大きくなるほどそこに物を詰め込んじゃうと。でも多くのミニマリストさんはそういう収納系、ボックスとか棚、ハンガー、ラック、財布、カバン、ポーチなどなど、そういったものを入れる場所、入れるもの自体を減らしたことによって、まあ、物欲が減って買い物することがなくなり、小さな家に引っ越して家賃も減って節約できた、貯金ができたっていう方も結構いらっしゃいますので、ぜひね、今すぐできる方も少ないかもしれませんが、まずはね、コツコツとまずは収納を減らすところから始めて、持ち物とか収納が減った段階で時期を見て、今よりも、まあ、狭い家というか小さな部屋で引っ越すのも検討してみてはいかがでしょうか。続いて17個目参ります。物欲を抑える思考と行動。17個目は比較検討レビューの参考を徹底するということです。ミニマリストの多くはですね、買う前にかなり比較レビューを参考にします。なぜかといったら、買い物に失敗したくないし、余計なものを増やしたくないからです。でレビューとか比較検討する際に、まあ、参考にするものとしては、まあ、機能性はどうか、デザインはどうか、大きさ、軽さ、口コミ、評価はどうか、まあ、金額はそうかどうかみたいなところを、まあ、よく考えるというか比較検討しますね。でその厳しい審査を通過したもののみ購入するようにしてます。実際僕自身もそんな風にやってますし、いろんなミニマリストさんをね、日本全国のミニマリストさんを数百人インタビューしてきましたけども、大体皆さんそんな風に、物を買うときは慎重に厳正なる審査を通過したもののみ買ってる傾向があります。だからこそ買い物で失敗はほぼないし、買ったものに対する満足度も高いし、大体買ったものがいいものなので、消耗品であればリピートすることも多いし、お部屋は散らからないし、お部屋はすっきりした状態を保てるのかなと思います。続いて18個目です。物欲を抑える思考と行動。18個目は欲しいものの金額を労働時間に換算するということです。これはつまりどういうことかというと、頑張って自分が働いて稼いだお金で買いたいと思うものであれば、おそらく必要なものだと思うんですよ。例えば皆さんが作成していただいた欲しいものリストの中で、おそらく上位に来るものであれば、頑張ってそのものを買うために働こうっていうふうになってると思うんですね。例えばですけど、パソコンだったりとか、その通信スピードを上げるための費用だったりとか、家具家電だったりとか。ただその一方で、いや、このものを買うために労働するのもなって思えるものもあるんですよ。あるはずなんですよね。例えばですけど、洋服だったり文具だったり家賃だったり保険だったり、まあ、例えば家賃を例に話すと、じゃあ仮に今現時点で10万円の家賃に住んでるとするじゃないですか。で、10万円の家賃分を稼ぐためには、例えば日給1万円の人であれば10日間働かなきゃいけないわけですよ。いや、10万円の家賃払うために10日分働くのってどうなんだろうって僕は昔思ったんですよね。だから物を減らして、とりあえずある一定のお金貯めるまで、家賃の低いオンボロアパートでしたけども、家賃3万5千円の家に引っ越したわけですよ。そうやって労働時間を減らしたりないし、頑張ってお金を貯めたりしたわけですね。つまり何が言いたいかっていうと、苦労して皆さんが稼いだお金を費やすのに値するものかどうかを考えてみると、結構物欲が減ったりとか、物欲が抑えられることがあります。皆さんの時給が例えば1000円だったり、まあ、日給1万円だとしたら、じゃあそのもの、目の前の今欲しいものがあった時に、何時間分、何日分働かなきゃいけないのか、ぜひ考えてみてください。で、まあ、さっきも言いましたけど、例えば〇〇のためだったら頑張って働ける、何日分頑張って稼ぐ、何時間分頑張って稼げるのであれば、きっとその買い物は満足度も高いでしょうし、おそらく働く時間もかなり有意義な時間になるはずです。そういった何々のためだったら頑張って働けるものだけ買うと、かなりいい買い物もできるし、そこまで物増えないので、ぜひ参考にしてみてください。続いて19個目、物欲を抑える思考と行動。19個目は自分の生活に置き換えて使うかどうか、買うかどうかを判断するということです。
つまりこれどういうことかというと、もう今の時代ですね、世の中には物に関する情報とか広告宣伝がすごく多いです。例えば SNS で買ってよかったもの紹介ですとか、雑誌で節約アイテム紹介されていたりとか、まあ、テレビのね CM だったり看板広告だったりと、結構ね物に関する情報広告 CM かなり多いです。そうやって消費者お客様の物欲をかき立てて刺激して買わせるわけですね。でもミニマリストってなんかそういう広告とか情報に惑わせにくいですけども、じゃあそういう広告とか CM とか物に関するそういう情報を見た時にミニマリストはどう判断しているのか、何を考えているのかというと、そのじゃあ広告見ましたと、見た時にじゃあ自分の生活の中で使うタイミング使うことってあるかなって考えたり、今あるものをアップデートしてまで買い替えてまで必要なものなのかなって考えたり、使ったら実際に使ったらどんな感じになるかなとか、どんなメリット恩恵があるかなとか、金額的にはどうかな、スペース広くなるかな、時間的に余裕が生まれるかな、節約になるかな、空間的に余裕が生まれるかな、収納スッキリするかなとか、まあ、そういったことを考えますかね。で結構ねあくまで個人的な主観ですけども、偏見かもしれないですけど、まあ、今の時代 SNS がお盛んじゃないですか。インスタグラムとか YouTube とか Twitter とか、そこでこれ買ってよかったよ、なんか時短家電ベスト10とかミニマリストが買ってよかったものとかもあると思うんですけど、それを見て鵜呑みにしない。皆さんの生活に本当に必要なものってほぼほぼそこにはないと思います。もちろん中には時間を生んでくれるものとかお金を生んでくれるもの、まあ、節約になるものとか皆さんの生活を豊かにするものもあると思うんですけども、あくまで投稿者が買ってよかったものであって、皆さんが買ってよかったものになる可能性ってそこまで高くはないわけですよ。もしかしたら無駄遣い、皆さんの資産が減ってしまう、そこにも気づいてない可能性もありますけどね。無駄遣いになってしまったって、あの人と一緒のものを持ってる優越感というか嬉しさで気づいてない人もいるかもしれないんですけど、今まで皆さんはその商品がなくてもその商品を知るまでは欲しくなかったわけですし、今までその商品がなくても生活できてきたわけなので、なくてもいいわけですよほぼほぼね。ぜひ皆さんはそういった情報広告に惑わされないでいただきたいなと思います。皆さんの大事な大事なお金を守るためにも、貴重な労働時間、命という名の時間を守るためにも、無駄に消費浪費しないためにも、ぜひねそこは冷静に客観的に判断してください。続いて20個目、物欲を抑える思考と行動。20個目は、現金財布を持ち歩かない、必要以上に財布にお金を入れないということです。つまりはですね、昔の僕もよくやっちゃってたんですけども、現金財布を持ち歩くから、お財布にたくさんお金を入れるから、例えば買い物を出かけた時に財布の紐が緩んで買っちゃうんですよね。あ、今手持ちにお金あるから買っちゃおう、今がチャンスだ買っちゃおうみたいになっちゃってました。きっと皆さんも手元に現金があるし、ついつい買ってしまおうみたいなことあると思います。例えば給料日後の月末だったり、週末前お休み前の金曜日だったり、花金だったり、ボーナス月だったり、誕生日とかクリスマスといったイベントのある月だったりとかね、そういった時についつい手持ちがあるからといって、お金が手元にあるからといってちょっと高い買い物をしてしまうみたいな、ご経験皆さんにはありませんか？で、僕の場合はそういった不必要の買い物を控えるために、もう必要がなければ、そもそも携帯とか財布とか、財布持ってないんですけど、スマホを置いてったりとか家に、で現金もできる限り持ち歩かないようにしています。なぜかといったら、クレジットカードにしろ現金にしろスマホにしろ、持っているといつでも買い物ができてしまうから、買い物をするっていう目的以外の外出の時はそういったものは極力持ち歩かないようにしているので、だから無駄遣いが減るというか、余計なものも増えないっていうのはあると思います。最後21個目です。物欲を抑える思考と行動。21個目は、デジタルデトックスの時間を設けるということです。皆さんはもう常にスマホをいじってませんか？隙間時間さえあれば、暇さえあればスマホを開いて SNS 見てませんか？情報を浴びてませんか？常に広告に触れてませんか？やっぱりスマホに流れてくる広告情報も物欲を刺激する原因になります。
で僕の場合は例えばこの YouTube であれば YouTube プレミアムを購入して、まあ、広告をなくしてるんですね。まあ、それは時短っていう意味もありますけど、まあ、余計な情報に惑わされないためでもあります。で他にも例えばじゃあ、仕事をするとか何か作業に取り組む、まあ、リラックスタイムを設ける、散歩をするってなった時はスマホと距離を離すようにしてるんですね。例えばじゃあ作業をしますの時に、まあ、テーブルで作業するんですけど別の部屋にスマホを置いて、まあ、別の部屋で充電しておく。で散歩に出かける時とかも家にスマホを置いてスマホなしでデジタルデトックスも兼ねて散歩に出かけたりします。でそんな風にスマホをいじらない時間が増えれば増えるほど情報が減って誘惑も減って物欲が刺激される時間も減るから結果的に物が増えないんですよね。であとはよくその物欲モンスターになりがちな方がやりがちなのはスマホをたくさんいじるだけではなくて夜買い物をしちゃってる、夜スマホをいじってるケースが多いと思います。で夜っていうのは頭も疲れてるし体も疲れてるしやっぱ理性が働かなくなるんですよ。正しい判断ができなくなるから誘惑に負けやすくなります。欲しいと思ったらすぐ買っちゃう人多いです。朝に爆買いする人ってなかなかいないんですよね。だいたい夕方夜が多いと思います、傾向として。だからまあ疲れてストレスが溜まっている夕方とか夜だとやっぱそういう衝動が抑えられずに物欲が抑えられずに買ってしまうこともあると思いますので、だからこそまあ夜はまあ買い物しないためにもスマホはなるべくいじらない。それこそさっき言った別の楽しみを見つける、読書するとか映画見るとか広告なしのまあ YouTube 動画を見るとか瞑想する、ストレッチするとか子供と遊ぶとか、まあ、そういう物欲が刺激されない生活にシフトしていくことが大事だと思います。そのためにもね、なるべくスマホいじらないわけにはいかないと思いますけども、何か作業に取り組む、家事をする、リラックスタイムに入るとき、散歩に出かけるときなんかはぜひデジタルデトックスも兼ねてスマホを、まあ、スマホ以外にもパソコンもタブレットもそうですけど自分から離してみるのはおすすめです。ということで今回の動画はいかがだったでしょうか。今回の動画を見てそうだなと思うだけではなくてね、何か一つでも実践をしてみてください。行動することでしか人生は変わりません。最後の最後、もしこの動画が良かった、勉強になりました、参考になりました、実際にやってみて物欲が減りました、抑えられましたという方はですね、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。